はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もバイオハザード続きやっていきたいなと思います。はい、前回はですね、いろいろと、探索をしまして、この辺りの探索が全部終わったというところで、駐車場はまだね、ここがあったりだとか、このロックされた扉があるのでまだちょっとあれなんですが、留置場がまだ赤いままなので、まずはちょっとそっちの探索をしていこうかなと思います。さあ早速やっていきます。前回はね、ゾンビ犬と対戦ったりやらなんやらいろいろありましたからね。ここには何ももうないかな。そうか、びっくりした。そうだった、牢屋の中にあれがいるんですよ。びっくりしたな。で、前回これを下げたら、あそこのあれが開いたんですよね。で、こっちに行くと、無残な、姿になってしまったベンさんがいますね。なんかある。これ何？思いのほか早く見つけたな。これで多分あそこが開くんだよね。ここが開くんだよね。意外に早かったな。こんなとこにあったんだ。で、分電盤の故障について。まだもう一個あったね。特注品は変電室に保管されています。なるほど。時計台。でもひとまずは、だからさっきの、多分これで、ここの分電盤は後で多分やりに来なきゃいけないんだろうね。今はだって変電室にまずは行かなきゃいけないから。こっちじゃないや。さっき荷物をゲットした変電室に行くわけですね。荷物じゃないや。さっき特注品を。でも多分特注品は後で多分手に入れてまた戻ってくるんだろうね。どっちだっけ。このまま行くとダメだから、一回戻んなきゃダメだ。こっちだね。ほんで、ここにワンちゃんがいたわけですよ、前回。そういえば、エイダさんは一体どこに行かれたんですかね。さあ、で、ここだね。どこにあるんだ。前なんかあってね、この辺。これだ。これに、これをつけると。さあ、開いた。変電室。すごい、この振動があるのが嫌だ。で、このままひとまず行くと。何もいませんように。絶対なんかいるだろう。いなかった。よし。ならよし。で、ここが変電室ですね。びっくりしたな。特に何もいなさそう。よし。部品を探せ。これは何？ガンパウダーか。ガンパウダーはありがたいね。でも、アイテムは、全部取っていくと多分また隙間が足りないとかあるから、持ち物がいっぱいみたいなのがあるから。これは電子部品の箱。意外にあっさり見つかったけど。開けられる。
うん、そしてまた荷物がいっぱいになってしまった。まあまだなんかあるんだろうね。おや？別になんかあるわけではなさそう。あ、ここだ。ブレーカー？お、扉が開いた。え、ワンコが来たやんけ。ちょっと待って。うわお。ワンコが来た。びっくりした。普通にワンコ来るやんけ。よいしょ。オーケー。ほう。やれやれ、びっくりした。よし。うわ、まだいる。あ、しまった。あ、出てこれねえのか、これ。あ、びっくりした。おー、びっくりした。いで。もう一体いるんかい。あれ、ちょっと待った。ここどこ？剣舎の前。あそこ、あそこに行かなきゃいけないから。あー、びっくりした。でも本当に、ワンコース。まだそこにもいるの？うわー、これはちょっとワンコーは距離を取らないとダメだな。うわ、しまった。オーケー。あ、びっくりした。おい、待って、まだいるんかい。痛い。どんだけおんねん。うわ、怖っ。足が素早いから厄介なことこの上ねえな。あれ、ここ射撃室だ。こっちじゃない、こっちか。ほう、ほんで、さあ一体ここはどこですか。てかてかてか、おや、お、警察署内に戻ってきた。意外に早く戻ってきたね。お、ハード。でも今持てないよね、もう。あ、持てるけど。フーム。ん？あ、でもタイプライターあるってこと、どっかにアイテムボックスある。あった。ここセーフポイントやねんじゃ。
ひとまずじゃあガンパウダーはしまう。ダイヤの鍵は、あとじゃあ多分あそこで使う場所がリネン室があったから、確かそこが確かダイヤの鍵だから、それは持ってればいいから。あとこれも、あ、そうか、これもどっかで。うん。これなる場所は分かってるから、いいのね。んで、まあいいや、ひとまずブルーハーブは受け取って、これはしまう。このハットは何？取れないのか。よし。うん。で、これはしまっておこう。じゃあ、ちなみに、こっちに行ったら何がある？別に何かがあるわけじゃないの。荷物が置いてある。なんかあるな。何これ。マグナムの弾だって。そうか、今後これでマグナムをゲットしろって話だね。OK。じゃあちょっとセーブだけしておきます。じゃあ、そうって、そういえばさ、今ふと思ったんだけどさ、さっきの、どこ行ったかな。そう、これなんだけどさ、これの開けるアイテムってどっかにあるのかな。そう、ここら辺なんかありそうだよね。変電室、変電室にもう一回ちょっと戻っていい？戻ろうか。そう、何これ。ああ、電気つくのか。ちょっとまたワンコート会うのは嫌だけど、でももうあと射撃場とかは、まあでもあと変電室とここぐらいかっていうか、あの変電室完全に当てずっぽだったけど、あれいいんだろうか。待て、なんかいる。おお、いた。びっくりした、普通におるやんけ。待て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 、なんか普通におるやん。ちょっと待って、こいつら避けながら荷物を漁るの。こういうパトカーとかなんかない？ひぃ、うわわわわ、本当に何もねえな。しかし、ワン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 、うるさい。逃げて、これも襲っては来ねえな多分。他のやつに襲われそうだけどね。でも、え、開いた、もしかして。違うんかい。びっくりするな。そういえば、これここにはめればいいのか？正解だったみたい。そうで、これの、見て、そういえば見てなかった。あ、普通に開いた。何これ。鍵。鍵？何に使うんだかな。鍵ね。LPD カーナンバー7439。車の鍵？まさか。パトカーの鍵か、これ。うるせえ。こういうことか。いやー、いっぱいいる。7439ってどれ？これじゃない。これか。違う。痛い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 。やばいやばいやばい。死ぬ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 。
こいつか。こいつでもない。ドイツ。お前、これでもない。こいつ？やば。こいつら逃げ回ってもいけない。すごくめんどくさい。ちょっと待った。もう一回ちょっと鍵を見てみよう。あ、待った。なんか鍵開いた音した。どれ？うわい。ここだ。なんか入ってる。何これ。ああ、三点射撃ができるやつ。ちょっと待って。あ、よし。もう逃げる。バイバイ。バイバイ。痛い。死ぬ。あ、やべ。あ、まだ大丈夫だ。中の敵は大体倒してるから大丈夫だよね。これで起き上がってこられたらもう一巻の終わりだけど。ほう、こっちは大丈夫そう。さあ、で、そういうことか。んで、変電室。あとちょっと変電室のアイテム探すか。んで、マチルダの、そうか、先にちょっとこれをやろうか。これを組み合わせて、ほう。でっかくなった。てか、あれなんですね、装備を2つ、装備っていうか、枠が2つになることあるので。さあ、そして、ここはまだ調べきってないみたい。ちょっと調べます。こんなところにハーブがあるじゃないですか。持てない。あ、ちょうどいいや。ちょっとこれ使うか。まあ、ないよりはあった方がいいしな。これで全部？よし。じゃあ、このまま上に行こう。よし。で、これで下は調べ終わったから。もう何もできない。あれ、普通に当てずっぽでやったけど、あれでよかったんかね。一発で当てずっぽで入れちゃったけど。まあいいや。当たったからよしとしよう。なんかまあ、あと実績解除とかもあるのかな。よし。じゃあさっきの部屋までひとまず戻りましょうか。OK。ん？おや。なんか見慣れた窓だ。ちょっと待った。じゃあ、せっかくなので。窓を塞いでこよう。で、ここはセーフハウスやったわけだ。よいしょ。どれをしまおう。ひとまずフィルムしまっとくか。あとでも取り出せるし。で、これはもういらないな。まあ一応めんどくさいから預けて入れちゃえ。よし。で、これもいいな。これ今も、どうなんだろう。マグナムの弾。まあ一応持っとくか。もうすぐ手に入るかもしれないし。あれ？そう、あとで木の板を出そうと思ってたんだ。忘れてた。これ。よし。ほんで、ここにこいつをつけると。ここも？OK。ざまあみろじゃねえけどな。さあ、宿直室はなんか、あ、でもなんかもう一個アイテムありそうだな。ちょっと宿直室もう一回下がってみてく。てか、この辺になんかアイテムある。ビンゴ。ショットガンの弾でした。
これで終わり？ここ。まだあるね。まあいいや、先にちょっとこっちだ。なんかあったっけ、アイテム。ああ、そういうこと。火薬。玉。よし。まあ、こんだけあればいいでしょ。んで、まあいいや、火薬はひとまず預けておいて。まあ、救急スプレーは1個持ってればいいから。よし。あれ、まだなんかある。何回も出たり入ったりする羽目になっちゃって。ああ、これか。あ、キーアイテム。さっきの、さっきっていうか、だいぶ前にやったあれみたいだね。いるかい、ちょっと、どっから入ってきた。痛い。うわ、待て。どっから入ってきたでしょう。待て、邪魔。違う。これをはめればいいでしょ。あ、ナイフ見っけ。わーい。ふう、あ、びっくりした。あ、戻ってきた。さあ、ということでだ。どうしよう、ひとまず、そうか、マーヴィンに会いに行くか。マーヴィンに会いに行って、よし。でもなぁ、そろそろ行っちゃっててもおかしくないんだよなぁ。まあ、あの時にだいぶね、死にかけてたからね。さあ、どうだ。お、ん、あ、やばそう。やっぱりマービー、そんな、くそ、苦しまずに必ず止めてみせる、約束します。ああ。残念なことになっていた。はあ、マーヴィンが、マーヴィンいいやつだったよ。はい、くだらん話は やめよう。そんで、リッカーさんでした。びっくりしたな、もう。行きたい方向そっちやな。で、そうだよね。いくら静かにしてても横に行ったら巻き込まれるよね、それはね。やべ、これ気づかれてんの。逃げろ。暗室に逃げたらひとまず十分。ここは大丈夫。セーフ。オッケー。で、そういえばさっきゲットしたあれがフィルムをアイテムボックスから出すか。どこだ。これももう捨てていい。よし。そんでだ。ちょっと待ってね、もうこれはいいや。ありがとうございました。ほんでだ、こいつだ。
何になるの？ 3F ロッカー DCM はあ、 3F のロッカー違うな、どこが話してんだ。これ 2F だった。これか、よし DCM ね。じゃあこれ行こう。リッカーさん来てないといいけど。よし、今までゲットできなかったやつがいろいろゲットできるようになってますね。2回目戻ってきて、っていうか案外早く戻ってきたね。まああの地下施設も警察官内なんでしょうけどね。どこだっけ。ああこれの一番奥か。というかリッカーって何体いるんだろうね。DCM あった。さあ何がもらえるのやら。マグナムの弾だ。マグナムがそろそろどっかで手に入るのか。さてどうしよう。であと今行けそうなところと考えると、そうかリネースがあるな。リネース行くか。はあ、ここにこれね。多分これでなんとかダイヤの鍵がいらなくなるから。そうだね。うん、でそれでそしたら、あここも行けるね。うん、よし、じゃああとリネース行ってここ開けて終わろうか。はい、そうかリッカーさんいるかな。こっちいるね。上にゆっくりし静かに歩いていく。リッカーさん少なくとも今確認した限りでは2体いるね。さあでここだ。さて何がある。なんかアイテムあるのはある。ガンパウダー、こんだけ違うみたい。まだなんかあるな。お、ポータブルセーフ。なるほど。どうしよう。ポータブルセーフ先やっちゃうか。そうか、ここでこれができるのか。じゃあこれで全部だよね多分。じゃあ下行って武器庫行って終わろっか。そうしよう。武器庫でアイテムゲットして終わろっか。よし、じゃあ武器庫に行きます。あれ武器庫ってどうやって行くんだっけもう忘れた。西側オフィスから出るとリッカーさんがいる。まあでもリッカーさんの前を通っていかなきゃいけないんだけど、ちょっとなるべくリッカーさんと鉢合わせにはなりたくないけどね。さっきここ出た時も思いっきりいたからね。さあどこに行ったリッカーさん。まあそのまま、よいしょ。でもここの中一応敵入ってくんだよね。さあそんでだ、まずこれをこれでいい。
そんで、あとどこが開けてない？102と、あと20何番台か。203と206か。208だな。よし。じゃあ、まず102から開けよう。102。OK。ほんで、203。お、サイドバック。いいね。んで、208。お、ショットガンのターン。これで全部かな。まず102からガンパウダーゲット。ほんでサイドパック。いいね。どんどんアイテムバックが増えていく。でもあと最大で4つぐらいかな。ほんでショットガンの弾と。うん、よし。これでここも終了と。あとはハートの鍵かクラブの鍵をどっかでゲットしに行かなきゃいけないけど、まあ今回は時間的にもそろそろかな。うん、そうね。で、じゃあ次回は、そうだね、この待合室とかもうちょっと探して、ここの四角い差し込み口とかそのあたりをもうちょっとですね、探索していきたいなと思います。はい。ということで、まあ今回はこんな感じで終わろうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。